And I want to say goodbye。本日ご覧いただくのは J リーグ J1 の試合です。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。今日はよろしくお願いします。今日は横浜 F マリノスが大宮アルディージャと対戦します。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ボール奪取が鍵になります。このチームはプレスに積極性がなく、前線からボールを取りに行かないことで知られています。今日はどのような展開になると思いますか？見ていてもう少し前から行ってほしいと思う時はありますね。戦力的に引いて守ることを選択していることも考えられますし、この戦略で勝つ見込みがあってのスタイルだと言えるでしょう。前半キックオフです。ボールを運びゴールに襲いかかります。山中亮介、マルティノス、前田直樹、ボールを失いました。バラダ明美、いい形でゴール前まで持ってきました。いいパスだ、入るか。ニクラがしっかり止めました。ここはアルディージャのコーナーキックです。いいボールでしたが、ここはクリア。どういったボールで来るのでしょうか。中に入れた、ゴールを狙う。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。山中亮介、中町康介、横浜の攻撃です。素晴らしいボールです。バラダ明美、江坂当たる、このパスは読んでいました。ウーゴ・ビエイラ、
ミッドフィールドでボールを取りました。江坂当たる。危険な位置です。緊張感が増してきます。パスをこの位置で防ぎます。中澤裕二。前田直樹。中町浩介。 F マリノスが攻めに出ます。キーパーが前に出てボールを抑えた。ボールは戻されます。さあスタジアムのテンションが上がります。スペースに見事なスルーパス。いいボールを入れてきましたがここはクリア。ウーゴ・ビエイラ。ドリブルでボールを持ち出しています。フリーでしたね。ウーゴ・ビエイラ。横浜 F マリノスのスローイン。マルティノス。ここで網にかかる。ここは押し出します。横谷茂。ボールを運びゴールに襲いかかります。これは来た。ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。中澤裕二。中町浩介。山中亮介。いい形でゴール前まで持ってきました。ルーズボールになった。菊池浩介。渡部大輔。そのまま返します。マルティノス。中町浩介。木田拓也。横浜の攻撃です。走り込んだ味方にスルーパス。山中亮介。相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。サポートを使いますか。ディフェンスが奪い返します。奥井亮。木田拓也。危険な位置です。緊張感が増してきます。あっと前半終了です。未だスコアレスです。前半が終了し現在同点となっています。前半はいかがでしたか福西さん。そうですね、非常によく攻めていたんですが決めきれませんでした。後半は何か変化が欲しいですね。いいパスだ。入るか。
後半は横浜 F マリノスのキックオフで始まります。中町浩介、木田拓也、 F マリノスが攻めに出ます。マルティノス、このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。奥井亮、さあスタジアムのテンションが上がります。サイドをえぐって中を見るマルティノス、前田直樹、中に入ってくる、打ってきた。シュートの当たりが悪かった気がします。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。松原健、ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。フレッシュな選手の投入です。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを失いました。さあ味方も連動して動いてくる。やりました。クリアすべきでしょう。ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。木田拓也、横浜の攻撃です。ウーゴ・ビエイラ、マルティノス、ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。あそこに打たれてはキーパーもお手上げという感じでしょうか。そうですね。ディフェンスがなんとかブロックしたかったところです。違うアングルから見てみましょう。ここで試合に動きが出てまいりました。河本博之、中町浩介、木田拓也、危険な位置です。緊張感が増してきます。鋭い読みでカット。奥井亮、岩上雄三、ここで攻守が入れ替わります。いいボールが入りそう。シュートだ。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。江坂当たる、遠藤啓太、中町浩介、 F マリノスが攻めに出ます。ボールがこぼれました。バラダ明美、渡部大輔、遠藤啓太、ウーゴ・ビエイラ、中町浩介、マルティノス、外
外にかき出した。さあ交代の選手がピッチに入ります。ボールはゴール前へ。ここはクリアされました。寄せられています。サポーターが声援で選手を後押しします。これはチャンスですね。スペースに見事なスルーパス。クロスが入りました。惜しくも届きません。クロスは簡単にカットされました。バラダ・アキミ。岩上雄三。さあスタジアムのテンションが上がります。打った。少し冷静さを欠いていたでしょうか。シュートは大きく外れました。決まれば重要な1点となる場面でプレッシャーを感じたかもしれません。ゴールに襲いかかります。最高のボールが出た。マイナスのクロス。ディフェンスの対応が光ります。深い位置でのスローインになります。マルティノス。下平拓実。木田拓也。ウーゴ・ビエイラ。ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。ボールを失いました。エサが当たる。ここで試合終了です。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。いいパスだ。コウスケ。マルティノ。外にかき出した。